자그렇게이어서시작을해보도록합시다지금치명상을입은아주조금이지만치명상입은상태라서저기서음식을먹고싶어도못먹고자다음은이제그기레기놈한테서이제정보를얻어야된다고하니까참참딜레마참딜레마긴하네요어쨌거나야가미가변호사를그만두게된것도저기자가그래도한 30% 한 20% 한 20-30% 정도는그공이있는건데물론안좋은공이긴합니다만은근데그런녀석한테까지도뭐거의그랜저아닌그랜저를해서또정보를얻어야된다고하니참네레이팅이별로라소위말해 MG 들인건가아예 MG 들한테있어서는겉모습도중요하긴해요물론음식은맛도맛이맛도중요한거는뭐말할것도없겠지만음이걸쓰는데요어째서요여기라면맛있는데그렇죠 MG 들은그인스타나페인타나페북같은거를올리는것도좋아하니까아무래도겉모습도중요하다고볼수있겠죠아역시아그런가보더군요아예요즘시대가아그렇죠그런메뉴를만들어야겠죠맛은뭐말할것도없고그사진각으로도매우그비주얼적으로스터닝한것도찍으면은그냥맛도좋고보기도좋은거딱내말이그렇잖아뭐제가뭐제가그래도저도어찌가약간은 MG 세대이다보니까그런건나름잘어찌거나잘은알고있죠안녕하신지기레기아그래야どうも야가미さんあんたもしかして記事の写真スマホで撮ってるええ十分高画質ですからねいけませんかいや別にグルメレポーターにでもなるの私は興味があることは何でも徹底的に取材するあいスマートフォンのと가성비있는사진찍는건좋죠まだ結構かかるのかこっちの用は分かってんだろ완전카메라도사실은근히비싸다고는아주은근비굉장히비싸다고는하더라고요어쩔수없잖아임원승아나도매일같이그렇게할수있는것도아니고どうもわざわざご足労いただきまして不思議なもんですあなたと差し向かいでラーメン그러니까まさかこんな日が来るなんてねそういうのいいから落ち着きませんね、八神さん。あんた、今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは、向こうが呼びたいときに私を呼びつけるだけです。まあ、記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へぇ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。大きい声ね。だってほら。この間殺された新谷さん。너때문에아야가미가변호사에서약간잘린거라고今日はアドデック9を解説してくれるんじゃなかったか
でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。チェンジャン、그래서이녀석얘기듣기싫었다고했던건데。一般的に新薬の開発というのは、結構、まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや、場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデックナインはマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。おい、パンパンやねんね。認知症は誰にとっても一言ではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。둘다이긴하지공부의대상인과동시에社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。わかったよ。ではまず八神さんにアルツハイマーの概要を知っていただきますが、聞く気ありますか？선택권이없잖아。他に選択肢はないんだろ？結構。じゃあ始めますね。前提として認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらい。사실상저장과검색도불가능해진다는거죠。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと、1952年かな、など何十年も前の年を答えることがあるそうです。지금거의100년전인데。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。사실상기억그러니까사실상기억력도연기 부분도흐려지면서저장검색까지도더같이거기서사실상그게다혼탁해진다는뜻이잖아。大体理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデックナインはどう聞くんだ？ええ、
論文によると実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用？自分のタンパク質を自分で分解する作用、自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に？ええ、そのアミロイド β が消えた結果マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたらアルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。과연사실이라면꿈의약이맞겠군하지만本当にそれは夢の薬なのか。話がうまく。でも설령완벽한약이라고해도다른문제가생겨나겠죠。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に。그래서각나라에서그약을독점하려고했대고그럼그독점하려고했대고비밀을지키는누군가니그럼그럼그러면, 그러면또그건또그것대로피비린내나는전쟁으로이어질수도있으니까비밀이というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明されたそうで。그럼그카지라쪽에보낸스파이가왜죽은거야？確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり人体実験です。あかんかんやきパンゴリ人体実験まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？そうですね。これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。まあ実は論文に箔をつけるために실질적인개발자는따로있다는거잖아。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほらあなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。キーマン뭐야약간바지사장이나다름없는거잖아。その道の権威の名前で発表される。사실상이면공을빼앗았거나물론키도물론저소녀라소그저쇼노라는사람은사쇼노라는사람도뭐오히려그렇게해서자신의그어드그신약어드덱나인이더알릴수 있다면은얼마든지그래도상관없다라는점이있었다라면은그것도이해는가겠지만またあんたの名前が出てきたな。
よう、帰ったか。お帰りなさい。なんだ、みんなそろそろ。これと誰もいんね。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？まあ、多分。あ、セーブ해서할걸。でも、자동저장도있으니까。じゃあ、結局、アドデック9には何も問題なかったわけ。服部の話だとね。でも、木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなると、やっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただ、それより俺は、服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それが？アドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデック9の例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかな。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕が小野だとして。だとして、小野が殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても、認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて、まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、まあ、사람을잡는게어제한두번이었어야말이죠。アドデック9はマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか？ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで強霊界の連中を何人も殺してたとか。만약그렇다면수현호가두더지를이용해야쿠자를죽였던이유가설명되지만맞다そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか。モグラがやった奴らは別にアルツハイマーじゃなかったろ。そうだな。근데신약은어디선가그러니까신약の臨床試験は、아아니었구나。여기서바로얘기했네요。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちょっと話真面目に。でもな、진짜に얘기하고있는거거든。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの、真面目に話せねえっつってんだアホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。ほう、そうかい。じゃあ、あのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。あ、ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。ああ、当たりじゃないですか。ああ、あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。만약그노인살인의동기가어드덱나인의실험인체실험이었다면은まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか。確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。でも当然研究はその前から始まってたんです。研究자체를スタート끄는건그저그전이었을수도있고。ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか？え、もちろん。ああ、もちろん。
生野が3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、生野の動機は何だったんです。生野がワクノイン으로인체실험을강행했던이유라。그래、예를들어。やっぱり、画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで、臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも生野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら、多少危険を冒してでも。でもその結果、生野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた後だ。혹시모르니까일단저장한번더할게요혹시모르니까今までの話をまとめると、まず3年前、生野がアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だから羽村やモグラが凶霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、生野にヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってるやつが生野のそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？카지히라는당연히아니겠죠。왜냐하면은오히려어드덱나인으로인해서손실이막심했을거니까아니라치고。후생노동성의카자마장군장관그러면신약센터의수장기조후생노동성은그렇게기조제가봤을때신약센터있지않을까요？어쨌거나어드댕나인으로인해서가장득을본사람이일단쇼노다음이키도류스케일것같으니까。소약센터의톱부기도가장이득을많이본사람이니까。なるほど。기도나라센터의金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと軌道も一味です。いやそれはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の軌道の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。軌道ってそんなに肝座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです？あ、まず生野は何も知らない木戸をアドデックナインの論文の筆頭執筆者にして、全ての手柄も譲った。何か大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。でその後実験で人が死んでるとか言われても、그렇죠。그랬다가는모든민중민심이떡락하는거는그민심이떡락하게될거고，그럼그지탄은키도가온전히하게될테니까。하무라야모그라를雇うために。ってことなら結構自然な流れじゃありません？
ほうほう。なら、小野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は小野ですよ。じゃあその場合よ、最初に小野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？小野が산정부업자에게일을처음유랬던시기그건그하시키가죽었을때아닌가요그때는왜냐면은굉장히프로로그니까프로의실력이라고했잖아요바로일격에죽인게아니라처음에는그냥처음에는진짜안죽을정도만때렸다가거의서서히죽게이르는그건 그렇게죽였다고했잖아요半年前に하시키を殺したのはモグラだったと근데그거근데걔는약으로죽인건아니고그가아도데크9을가기마る하시키와메자리였다でも犯行当時쇼노니가택시에乗ってたってアリバイがあるこの時쇼노は別の誰かに하시키を始末させたんじゃないかじゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう確かにな俺もそう思う葦木が殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれないええそうなったら小野たちは破滅ですその程度が아니라저신약セットが거의날아가는거죠十分な動機ですいろいろ辻褄は合うってわけいや次로는납득이안가나보군言いたいことがあるんだろ言えよ今までの話ってさあくまで全部仮説でしょおまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎないん都合良すぎってなんだ3年前にセンターで患者死なせたのが小野って言うんならじゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょそうだ判決通りあいつは本当に無実だったわけだでも大久保ってさその後恋人殺してるよね包丁で何度も刺して火までつけた禁酒してたはずが相当酒臭かったってね結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃないだからみんな騒いだんでしょセンターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったってやっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってねでも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたいそして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい違う？いい加減にしろ杉浦人の古傷なんだと思ってやがる僕はもともと自分が感情に振り回されやすいでも、おっしゃってくれな。それが、その状況が、ちょっとでも、連携되어있다는것좀は、なんだとさっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ大久保に聞くんだよセンターでの事件君は本当に無実だみんな学んだことは正直手伝わげっすよ直で会えってのかでも死刑囚と会うには弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ大久保新平は지금도구치소에있어연애를못할것도없긴한데彼は俺を憎んでる寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてたでも俺はそれを見捨てたんだもう諦めろってなそれでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんだどうする星野君はい大久保新平と面会する手配頼めるか分かりました拘置所に連絡します
その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。그러면은 두더지의 정체가 누군지도 사실 알아야 되는 거 아닐까요? 왜냐면 아무리 살인자라고 해도 그 정도의 프로면은 굉장히 단가도 엄청 비싼 사람이 되고 뭐 어찌됐거나 물론 그대가 어떤 의미는 돈으로 아니, 자, 그래서 아까 방금의 이야기를 이어서 하자면은, 그러니까요, 그렇게 풀어낸 녀석들이 굉장히 쌀 리도 굉장히 비쌀 테고, 또 그리고 한다 하더라도, 아, 여기서 해야 되는구나, 맞다. 네, 가족기 소바를 하자. 네? 자, 네, 너구리 소바, 그러니까, 매미. 그리고 어찌됐거나 그렇게 비싼 놈이라고 그냥 비싼 놈이라 치면 돈도 어마어마할 테고 아니면은 단순히 돈이 아니라 나는 다른 걸 원한다 그러면은 그렇게 될 거 아니에요. 그래 내가 당신 말대로 그 타겟들을 공격한다 치자. 그럼 넌 나한테 뭘 해줄 거냐 라고 할 수도 있겠죠. 자기한테 돌아가는 이득도 당연히 챙겨야 되니까. 그럼 그게 뭔지도 알아차야 되겠는데. 아, 덮은을 쓰지. 자, 그 이가겐이 싫어요. 대체 그럼 누구라는 거지? 어쨌든 그 두더지도 그렇게 사람을 죽이는 것이 그리고 쇼노라고 하는 그런 약의 비밀을 지키는 것을 살인이라는 수단으로 해결함으로 인해서 어디서는 이득이 뭐가 있는지도 봐야 되는데. どうした、ヤガミ。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え？なんでだよ、急に。わかりました。資料は私が用意します。あ、悪いね、沙織さん。沙織がね、바로準備하네。沙織が바로準備하네。ははどうですか、ヤガミさん。ん？お、ありがとう。そっちのファイルは？寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは。大久保新平と話すなら、見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。일단 봐두긴 해야 되겠죠? 일단 봐둬서 손해볼 것도 없으니. 테라사와 에미. 사건 당시 26살. 2015년 12월 2일 23시 頃. 화재 후 아파트 2階より 焼死体となって 発見. 胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。
死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から그러면은그기억을잃는동안에술을그냥끼얹었다는누가끼얹었다는거아닐까요그렇게거기서옷에서술냄새가난다면은술을옷에다묻혀놓고그러면은술냄새가다그러면은당연히그사람이술을안마셨다고주장을하더라도당연히신뢰하기는어렵겠죠술을더군다나그렇게술마시고폭행했던정보가있는사람의말이라면더더욱그럴테고오쿠보가本当に無実だったかその真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあでも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局まあ뭔가좀애매하게끝난감이없잖아있죠。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ。彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保は、ある日、ずっとやめていた酒を飲んで、恋人に包丁を。お前はそれを、自分のせいだと？大久保新平은왜테라사와에미를죽였을까？만약그게누군가의탓이라면。俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで、寺沢恵美は殺された。思い上がってんじゃねえぞ、若造。20年前、お前の親父さん、八神弁護士の最後の裁判。あ？覚えてるよな？ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは、15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。あ、そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。八神が변호사가되고싶었던것도그아그게있었네요자기아버지가あの裁判の後俺にもいろいろありましたから。ああ。親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。ああ。
예전에 부모님한테 있어서는 그 살인마 같은 녀석을 왜 변호하고 왜 무죄를 따냈느냐 그러면은 그러면은 우리 죽은 딸은 어떻게 우리가 죽은 딸은 어떻게 할 거냐고 우리 죽은 딸은 그럼 어떻게 할 거냐고 그 분노로 인해서 그 분노까지는 이해할 수는 있는데 그렇다고 해서 야가미의 부모를 죽인 거는 조금 그렇다고 그 부모님들 심정도 もし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら何もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますかいい加減にしろお前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ生きてる限りですよ矢神だ星野です大久保新平と面会できます七福通り西のタクシー乗り場でいいですか僕も今から向かいますね分かったありがとうお気遣いありがとうございました俺が言いたいことはもう全部言ったどうせ聞きやしねって分かってんだからよ。그나타자만이미안들은아들어야안들어야될말안들은지도꽤됐죠진실을神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです이렇게보면참한국에가진그런변호사들이런거의생각과일본의저변호사들생각좀많이다른것같아요뭐너무아는뭐법에대해서너무아는척하려는건아니지만그때왜그천원짜리변호사에서도천변이그런말했었잖아요그백마리한테검사나변호사나무엇이정의인지는스스로정의무엇이정의인지는스스로정할수가없다고그저다만진실에다가가려고노력할뿐이라고근데오시나미안한데나잠깐이녀석좀조지고갈게아아끝났네자그이가게니시러안다고한번확인해보죠길아직조금아리까리하네그래도어찌됐구나보디밸런스3를해놔야이거하고이게해금되니까좀더포인트를모으고나면은바로이걸해야되겠네요아우 EX 게이지상승률도조금올리긴올려야겠구나아이런그럼다시한번여기이쯤에서저장을해보고어디까지그럼바로가네요 오히사시부리ですね야가미先生아히사시부리すいません人と話すの久しぶりで와大丈夫。ゆっくりでいいよ。雰囲気、変わりましたね。まあ、君の弁護をしてからは、もう法廷に立ってないんだ。弁護士を、辞めた。代わりに、
探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや。悪い。今日はこの。もう전혀아니라고한다면거짓말이니까。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、エミの事件も、俺は何もやってないって。何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。아무래도전과자가있는몸이다보니까쉽게아무리변호인변호인단들이라도検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたんびにさ、あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょ。創薬センターの研究員で小野陽次。覚えてます。え、この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故、それが俺たちの仮説なんだ。小野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は生野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。맞아、어쩌면경찰도그시점에서쇼너를의심했을지도몰라。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は쇼너にとっても幸運でした。그렇겠죠。76인도엄연한범죄니까진범이누군지도물론중요했겠지만얘한테왜시즌을유기했느냐。あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない、そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。또마냥결백하다고보기도조금애매하죠。어찌됐거나시신을유기했기때문에전과에이어서그다음에전과도생겨버렸으니까。야가미사야가미선생俺は애미のことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか？もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって
新証拠でも見つかるか。じゃあ、エミを殺した犯人は、いつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺も、あんたも。八神さん、僕は源田先生のところに戻りますけど、八神さんはどうします？どうかな。多分天台に顔出しに行く。今夜は少し飲みたい気分だからさ。八神さん、大丈夫、いいからもう行きな。뭐 생각 나도 생각하고 뭐 좀 말하려고 했는데 왜 니들 왜 그걸 눈치도 없이. 왜 중화요리점 같은데 저기서는 왜 안 되냐? 게임아, 치명상에 대해서 나도 다 알거든. 근데 아직 방치하는 이유가 치명상으로 인해 더 예, 치명상으로 인해서 아직 체력 그 쭉 줄어든 게 그렇게 많지 않았어야 더 입고 그러다 보면은 그때는 이제. 綾部の弁護やるんだって。あ、黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない、弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろ。なのにその犯人を弁護すんのか。お前自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の線条痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。はん？まあな。どこや？態度？タッチ？ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。いや、え？俺？八神さん。星野君来るな。下がってろ。え？そいつなんかちょっとやべえやつか。そうみたいですね。이사람도누구야？死ねえや、ヤガミ！あいご。수수께끼의습격자어야자와오슈와아아
쓰자. 안녕 좀 쓰자. 아니 뭐야 뭐야 다른 나 왜? 아. 결국 치명상 입고 말았네. 이 정도면은 치료해야 될 그게 명물에 승였네요. 2만원 2만엔이라는 어마무시한 거금을 들여서라도. 아니 안 괜찮아. 아, 이만의 야츠 다단 오도시じゃなかったな. 에? 俺を 本気で 殺す気だった. 하무라의 手下ですかね? 카이토다. 오쿠보의 면회, うまくいったか? それより今, 殺されかけた. 하무라에 부활하고 보기는 어려울 것 같은데 아닌가? 나니? 카이토さんも 気をつけろ. 今 どこだ? 事務所の 近くだ. 杉浦も いる. そこは離れた方がいいな. なら, いいとこがあるぜ. ん? 教令会のアジトだよ。 KJ アートだ。 あそこなら羽村も手が出せねえだろう。 いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気がする。 あ、塩屋 그래 그 녀석이 있었지。 絶対怒ってるだろう。 大丈夫だって。 こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。 先行ってる。 お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。 大体聞こえてました。 よし、 じゃあ行こう。 가기 전에 치료부터 받고 갔는데 그게 어디 뜨르. 야, 그게 어디 있었지? 아, 진짜 몇 번이나 가는데도 참. 공원, 그 공원이었지. 용궁성 말고. 그냥 일단 치료부터 받아야 돼, 치명상. 그렇다고 그 키트를 쓸 순 없어. 키트가 정말 워낙에 비싸니까. 아, 그래. 안 그래도 포인트도 필요했던 참이니까. 포인트도 필요했던 참이니까 케인놈 동맹놈들보다 좀 빨리 조지고. 아
うわっ、ちっちゃ。아진짜발견생각보다명중률이조금안좋네아진짜화났니나도화났단다時間食っちゃったよ。아니근데혹시너너카라테조금할줄할줄알았던거아니었니근데왜멀리서그렇게보고만있어아무튼 NPC 로서는조금도와줄거라는기대가있었는데말이지일단여기로가서저그래저공원이었지저공원에가서간다음에아니이사람한테야가미사오이초값에서폭풍너무비싸네그리고야가미사빌려받고싶어진짜매번치명상입을때마다여기를돌아와야되니원물론그게싫으면은키트를구해도되지만키트가워낙에비싸서일단키트는또소만있다고하잖아요물론소만으로도충분히저치명상도회복하고동시에회복하고동시에체력도회복사아그러니까치명상도치료하고체력도회복된다고하지만확실히단가가너무안맞아아진짜아확실히안돼나조금공간을조금두고서해야겠다공간을조금두고아진짜しばらく寝とけっての아니너무그렇게삑삑대지마나도니드차길막은거미안하긴한데어디음식점이근처에있긴있네요지금할래인가할래면나야땡큐지아아니면은아잠깐만여기아여기근데여기술만파는곳이야여기술만파는곳이야조금아진짜노저지로노저지로노아짜식이진짜時間食っちゃったよ어차피뭐가게안은안부쉈고또부쉈더라도부쉈더라도부쉈다하더라도나한테책임전가스케일이있으니까아무렇지않은듯이먹을수가있지
됐다. 가볍게 배도 채웠겠다. 여기가 가야 되니? 여기 못 가잖아. 어? 갈 수 있네? 담배는 몸이 안 좋아. 그냥, 아니, 그냥 안 좋은 정도가 아니라 아주 안 좋죠. 그래서, 그냥, 안 사기로, 그냥 안 하기로 했다는. 아, 어느 정도 다가도 마찬가지구나. 아, 진짜. 会のアジトなんですよね。そう。うん。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。あ、저장을하고。